突然の山崩れで水力発電所が破壊された。しかしそれは発電所の電力を求めて暴れ回る透明怪獣の仕業であった。第三火力発電所の警護に当たった家督隊の前、ネロンガが姿を現した。そのエネルギーが少なくなるカラータイマーが点滅を始めるのだ。